シチリアの番章のリトグラフ。シチリアの番章は、ジュゼッペ・ベルディが作曲した語膜から構成されるオペラ。シチリア島の夕べの祈りや、シチリアの番頭とも訳され、前者が多く使用されるが一定しない。助曲は、演奏会などで単独でも演奏される有名な楽曲である。元になった題材は、1282年にパレルモで島民によって、フランス人が虐殺された。 シチリアの番頭王と呼ばれる事件を呼び暴動である。ソフィ・クルベリ・ベルディがパリのオペラ座のために初めて新しく書いた作品である。1852年の春にオペラ座と契約を結んだヴェルディは支配人ロックプランから第1回パリ万国博覧会のためにフランス風グランドオペラの作曲を依頼される。イルトロバトーレと椿姫の初演を挟み、 ベルディは1854年の大半を作曲に費やしたが、グランドオペラに求められる超大さにベルディは愚痴をこぼしており、台本作家のウジェーヌスクリーブとの意見の対立などもあり、作曲は難航した。第4幕までが完成した10月には、初演に向けての準備と練習が開始されたが、プリマドンナのソフィー・クルベリが愛人と共に突然失踪して騒動となり、 この失踪によって支配人が交代するというスキャンダルとなる。5週間後にクルベリが戻って準備と練習が再開したものの当初予定していた初演は大幅に遅れる結果となった。初演は1855年6月13日にオペラ座で行われスペクタクルな題材が好評を受けて大きな成功を収める。この成功に鑑みてイタリア初演が12月26日に パルマのテアトロレッョで行われているが、この際に検閲当局が難色を示したため、ジョバンナ・デグズマンとタイトルを変更された。1856年の2月4日には、ミラノスカラザで、エウジェーニオ・カイミの翻訳と改作によって、上演されており、後にシチリアの番章の台で上演される際にもカイミの翻訳が残っている部分が多い。なお、オペラ座で行われた初演は、 一年間で40回上演された記録が残っているが、その後標準的なレパートリーには残らなかった。ウジェーヌス・スクリーブ台本は、ウジェーヌス・スクリーブとシャルル・リュウェイリエによる。使用した台本の原作はアルバ公爵で、当初、アレビのために書いたものだが、アレビはこれを使わなかったため、1839年にドニゼッティに作曲の依頼をする。 しかしドニゼッティは作曲の途中に没したため、アルバ公爵は未完に終わってしまう。後にスクリーブが既存の台本を改訂し、そのままベルディのオペラに改訂版を使用した。ベルディは後年、このリブレットが使い回しのものであることを事前に教えてもらえなかったという非難めいた発言をし、これが絶対視されてきた。オペラ研究家の騎士純真はこれについて、 ベルディの記憶違いであるとする資料がある。1917年刊行のスクリーブの書簡集によると異なる内容が載っているのである。スクリーブが当時の共作者デュベイリーに宛てた。この長文はベルディにシチリアの台本を提供するに際し、最初からアルバ公爵を改訂したものと教えてあって、ベルディ側もそれを承知で作曲を進めたという事情を示していると述べる。 シャルル・デュベイリエ1853年12月3日付の長文の手紙では1台名を変えること、2主役を変更すること、3場所の設定を変えること、4台語幕全体を変えること、ゴベルディが毎日細かな修正を要求してくることなどが記述されている。さらに、騎士純真は次のように指摘している。ベルディの注文に応じてスクリーブはシチリアを大幅に書き直した。 老教でも彼は彼なりに励んだ。このことは、不都合オリジナルの楽譜と台本の原点を見ればすぐにわかることである。この結果、スクリーブは第五幕全体を変えることによって、政治暴動と家族の対立を背景とした愛と義務との間の葛藤において、ヨグノー教徒での自らの偉業を再現した。つまり、フランス人を圧政者、暗殺者、報道者として描いている。 劇作品を外国人に音楽化させたのである。ベルディはといえば彼の好む力に満ちた情景を台本から見出していたのであって、場面設定などはそれほど重要視していなかった。シチリアの番章の1855年時のスコア、シチリアの番章はベルディの先立つ3作に比べると戦略的直接性を書いている。しかし、 1850年代のベルディのオペラを考え、厳密な意味での形式の点でも、より広い意味でのオペラの構成面でも、中期のイタリアオペラとの決別と後期のベルディに関連付けられる多くの特徴の出現を示している。ベルディは本作で彼の最良のバレエ曲を残し、アイムする感情を混ぜる壮大なアンサンブルによる構築を示したのである。シチリアの版賞での経験は、 ドン・カルロス以降の作品で大きく開花することになる。実際、終幕のラストは、ヨグノー・京都を彷彿とさせるものである。その他、シチリアの男女、フランス兵たち、僧侶たち、バレエ団全曲約3時間10分。第1幕、第2幕、第3幕、第4幕、第5幕。なお、第3幕のバレエ音楽は、約12分。時と場所。 13世紀の1282年、シチリア島の首都パレルモとその近郊、シチリア部曲風の助走で始まり、戦いを表す、激しい第一主題と穏やかで序章的な第二主題がそうされる主部に入った後、コーダは劇場的に結ばれる。演奏時間は約9分。フランチェスコ・アイエツによる、シチリアの番称フランス島地下のシチリア、ティボーやロベールなど、 フランス兵たちが酒を飲んで大騒ぎしている。一方、占領されたシチリア人の怒りや不平を表す合唱が、それに対比されて二重合唱となる。フランス軍隊島民の対立が描かれる中で、ロベールが征服されたシチリア人の分け前に預かるのを心待ちにする短いエピードが挿入される。そこへも服をまとったエレヌ公女がニネッとダニエルを伴って、 教会へ礼拝するために広場に通りかかると事情を知っているベテューヌ教はボードモン伯爵にエレーヌ公女こそホーエンシュタウフェン家の殺された全リア王フレデリックの妹であり今はモンフォールの人質のみであると説明する酔ったフランス兵がブレイにもエレーヌ公女に歌を歌えと難癖をつける公女は対立を回避するため 懸命にも求めに応じて歌い始める。三つの短いエピソードからなるアリア、勇気を出してとなり、これが島民を鼓舞してしまい、緊張が高まり、フランス兵への復讐に借り立てられ、一触即発の状況になる。そこへ、鬼と恐れられている総督のモンフォールが姿を見せると、人々は抑制され無惨してしまう。皇女たち三人とモンフォールだけになり、おおむね無伴奏の余恵賞。 何という恐怖に囲まれてしまったのかとなる。彼女たちは、嘆かわしい運命を呪い、モンホールは不心得な兵士たちを嘆く、ヨエショ将が繰り広げられ、お互いの立場の違いを歌う。すると、シチリアの青年アンリュが登場する。彼は反逆罪の疑いで、逮捕されていたのだが、公正な裁判の結果釈放になったと、旧友である公女に伝える。モンホールは、 アンリと二人だけになると、アンリの身の上について質問した上で、アンリに総督の部下になるように進める。アンリがそれを拒否すると、怒った総督は、今後、エレーヌ公女の館には、出入り禁止出ると命じる。かねてより密かに、エレーヌを愛しているアンリは敵であるモンフォールには、組みしようとはせず、毅然として、エレーヌ公女の住む館へと向かうのだった。 船の動きを表すようなオーケストラの助走に乗って亡命していたシチリアの狂信的な愛国者プロシダが久しぶりに祖国の地を踏む合唱と共にあリや王、パレルモを対自由の回復を祈る。プロシダはマンフロアを中心とシチリア人たちにアンリとエレーヌ工場を助けシチリアを独立させる。今こそ復讐の木は熟したとと告げる。人々が立ち去ると 教会から帰りのエレーヌ公女とアンリに近づき、フランスと対立するスペイン軍とビザンチンとは、シチリアの反乱を支援することを約束したが、現地で放棄が起きなければ何も行動を発動しないという。プロシダが退場すると、二重賞でアンリは、エレーヌ公女に、自分は彼女を愛していて、命も捨てる気持ちだが身分が違うと告白する。エレーヌは、兄、フレデリックの仇が撃てたら、 私は、あなたと結婚しましょうと誓う。そこへ、ベティーヌ卿が現れ、モンフォール総督からの舞踏会への招待状を届ける。アンリは、出席を拒否したが、強制的に連れて行かれてしまう。エレーヌは戻ってきたプロシダに、ことの次第を伝える。プロシダは攻撃の計画をあらかじめ立てていたのだった。舞踏会で、 村の若者に12人の花嫁と、その他の若い男女を伴わせ、会場を満たしたランテラを踊らせた。プロシダは、舞踏会に集まっていたフランス兵に、親フランス派を装い、地元の娘たちを誘惑することを促したのだった。プロシダの狙いは的中し、フランス兵たちは花嫁たちに迫り、抱き上げて連れて行ってしまう。工女は、プロシダの起点で救われるが、 花嫁たちを奪われた島の男たちは怒り狂い、合唱、なんてことだとなる。やがて舞台裏から聞こえる、フランス人たちのバルカロールによる、船遊びの完成に遮られる。プロシダーはその夜モンフォールを暗殺する決意を固める。二つの全く性格の違う合唱が対地され、第二幕のフィナーレとなる。第一話、モンフォールの邸宅の書斎オーケストラによる短い、 前奏曲が終わると、モンフォールは、一人杉し日のことを思って、アンリが連れて来られるのを待っている。遥か昔に誘拐した女はもうこの世にないが、実はアンリこそ彼女に生ませた息子で、彼女はモンフォールを憎むように子供を育てたのだった。それでもモンフォールは成長した我が子と共に、生活したいと願っているのである。 モンホールはアンリを連れてきさせると、長い間別れていた我が子に思いを寄せる、アリア、権力のただ中でを歌う。これは驚くべき火星的逸脱に満ちた自由な形式のアリアで、外面的権力と内面の空虚についての苦悩を歌い上げる。そこへ連れて来られたアンリに泣き妻からの手紙を見せ、長大な二重章の中で二人は真実の親子であると告げる。これは、 標準的、イタリアオペラの形式とは大きく異なったものである。テンポと雰囲気は、序曲で提示された主要な主題に合わせて目まぐるしく、変化する。アンリは父親に巡り合ったことを喜ぶ一方、LN 公女との約束を守れば、父親殺しになってしまうことに気づき、激しいショックを受ける。父に惹かれる気持ちを振り切って、涙を流しながら逃れ去っていくのだった。 第2馬壮大な広間素晴らしいバレエ、四季が踊られることで舞踏会が始まる。この後、仮面舞踏会においてモンフォールは暗殺される計画であった。エレーヌ皇女とプロシダは仮面をつけて、この祝宴に紛れ込み、宮殿にいたアンリに暗殺計画を告げる。そこに現れた総督にアンリは危険を知らせて立ち去らせようとする。その時、エレーヌ皇女と 黒シダが探検を抜いて総督に襲いかかる。アンリはとっさに総督をかばい、暗殺者は逮捕されてしまう。シチリアの島民たちはアンリの裏切りに腹を立てるが、総督は息子の起点と変身を喜ぶ。第3幕のフィナーレは、個人的感情を全体的な構図に組み入れる、フランス風、グランドオペラの典型的スタイルとなっており、大規模な合唱に伴われ、 登場人物全員が加わる、感動的なものとなっている。オーケストラによる力強い女装と共に、アンリーが登場する。アンリーは、獄中のエレーヌに思いを寄せて、アリア、涙の火を歌い、自分の運命を嘆く。もしエレーヌが自分を許してくれなければ、死ぬほかはないと思い定めている。ローから出てきたエレーヌに、二重唱でアンリーはエレーヌに、サイドアイを告白し、 モンフォールの死生児である事実も告白すると、彼女も再び、アンリを許し合いが芽生える。そこに鎖で繋がれたプロシダが現れ、スペイン軍からの反乱を支援する船が来ていると、囁く。そこへ、モンフォールが、ベテューヌ教ともなって現れ、反乱が拡大する前に、無本人たちを処刑する、よう命令する。それを聞いたアンリが、自分も一緒に処刑してほしいと嘆願する。 総督は自分を父親と呼ぶなら、二人に恩赦を与えようと交換条件を持ち出す。すると僧侶たちの合唱とともに、捕らえられた島民たちと断頭台が見える。喜は待ったアン里は、彼らを助けてくれるなら、ことして、あなたに従いますと叫ぶ。総督は死刑を中止して、アン里とエレーヌ公女の結婚を許し、対立する。 フランス人とシチリア島民の和解を象徴としようとする。全員が加わり最後のストレッタとなる。シチリアの晩章のおそらく第5幕終幕は、豊かな地方色を醸し出す3曲のナンバーから始まる。合唱とファンファーレの後、アンリと皇女の華やかな婚礼の場面になる。続いて捧げられた花束を抱いたエレーヌがシシリエンヌ、ありがとう。若き友よ、とボレロ町の有名なアリアを歌う。 ついでアンリュが遠くに風がそよぎ歌う。そこへプロシダが現れてようやくフランス軍の防御が手薄になったので今宵の婚礼の鐘の音を合図にフランス人の虐殺が始まると告げる。像をたぎらせるプロシダはエレーヌのアンリへの愛を知るとエレーヌをなじる。エレーヌは大量殺戮が起きるのを知ると恐怖におののく。 公女は死んだ兄の幻影がちらつくと、アンリをこの場から逃がそうとする。事情を知らないアンリは、別れるぐらいなら、一緒に死のうと強く抱きしめる。アンリが、三重賞の唇を切って、酒がたき運命を歌うと、エレーヌは祭壇に進むのを拒み、事態の進行を遅らせようとする。同志との約束の板挟みになった公女は、ついに、アンリと行動を共にする決意を固める。 アンリが席を外した隙に、プロシダが近づいて、エレーヌに金を合図に放棄が始まると伝える。エレーヌは戻ってきたアンリに、結婚式を中止してほしいと懇願するが、アンリは放棄の計画を知らないので奮撃する。見え将の最後は、私を騙したな。裏切り者で最後のストレッタとなり、主要人物の対立が再び浮き彫りになる。 総督は二人が手を結び合わせたとき、金を鳴り響けと、プロシダが叫ぶ。昨夜の金を合図に武装した、シチリア人たちが乱入し、フランス人に襲いかかるのだった。ありがとうございます。